4月18日2010年 J1 通算150勝目は首位取りの勝利だったが続かず2010年4月18日日曜日浦和レッズは埼玉スタジアムに川崎フロンターレを迎えて J リーグ第7節を行い3対0で勝利したこの結果レッズは首位に浮上した 2009年に就任したフォルカー・フィンケ監督は、レッツのサッカーを、ボールを保持し、コンビネーションによって相手を攻略していくものに変貌させ、就任1年目には第2節から負けなしで、第10節には首位に躍り出た。しかし、第11節で川崎に敗れて、首位を鹿島アントラーズに明け渡すと、 リーグ戦の折り返しとなる第17節時点では2位につけていたが、第18節から7連敗を喫した。相手に特徴をつかまれたこともあるが、運動量が求められるサッカーは夏の暑さが大敵だった。最終的にリーグ戦は6位で終了。翌年に望みをつないだ。そして2年目の2010年、開幕戦はアウェーで鹿島に敗れたが、 また第2節から負けなしを続け、この年は4月18日の第7節で首位の座を射止めた。前半7分、細貝はじめが先制。さらにその直後、田中達也がミドルシュートで追加点を挙げる。後半相手の PK をゴールキーパー山岸則弘が止めるなど川崎に点を与えず、27分にエジミューソンのシュートのこぼれを、 織内聡が押し込んで3点目試合を決定づけたこの勝利はレッズの J1 通算150勝目であり公式戦ホームゲームの通算入場者が1,000万人を突破し1,000万飛び飛び1万7,524人に到達した試合でもあったしかしその説のみで首位から陥落 前年のような長い連敗こそなかったが、やはり夏の時期に勝ち点をあまり積み上げられず、秋にかけて8試合連続負けなしと踏ん張ったが、順位は上げられなかった。2010年はリーグ戦10位と振るわなかった。レッツがポゼッション重視のサッカーに転換し、ある程度の成功を収めたのは初めてと言っておく、一時は試合前にフィンケ監督が登場すると、 スタンドから大ききな拍手が起きるほどだったまた山田直樹高橋俊樹原口元気らレッズユース出身の若手に活躍の場を与えたことも歓迎されたしかし2年連続で暑い時期にやま勝てなくなったことやどうして毎年優勝しなければならないのかなどサポーターが受け入れ難い発言もあって反発も大きくなっていった。 また、急速に世代交代を進めたため、貢献してきた経験豊富な選手がチームを離れるなど、戦力ダウンしたのも事実だった。チームを変革するために、自身がゼネラルマネージャーのような仕事もするべきだと考えていたようだ。フィンキ監督の2年間は、サッカー以外の要素も大きく絡んで、評価が分かれるところだが、 楽しませてくれた時期があったことも間違いなく、そのピークの一つが、首位取りに成功したこの日だった。さて、この内容は Web サービスノートにも掲載しています。この日に関する他の方の投稿も読むことができます。ぜひノートにアクセスして、ハッシュタグ、あの日の私たちで検索してください。あなたは2010年4月18日、何をして何を感じていましたか 皆さんの投稿をお待ちしています。瀬尾順がお送りしました。それではまた明日。